王と外閣。なんかやばいタワーみたいなの あるもんね。うわ、なんか怖え。え、うわ、最悪。なんかムービー始まってない、始まってない、ない。は、ちょっと、ちょ、おい、閉じ込められた。なんだこの闇の力は。いや最悪、なんか来たし。いや、しかも、あ、これ弱くね、よろけるんじゃないこいつ、よろけるやん。あ、おいおい、ゴミ。ワンダー。ふぅ、なになになに、君よろけるやつ。よいしょっと、よいしょ、あら、まあ、いやーらー、立てよゴミ。よいしょっと、よいしょっと。ふぅ、はあ、なんなんこいつら。意味つぶしのロロ、ロロっていうの。え、早く明るくしてくんない、じゃないとまた殺すよ。あーよー、え、5700出てた。あれん、終わり。これつまんねえ、つまんねえやつ。あー、なんかジャンプ攻撃してたら死んだわ。あいつら待ち構えてたやろうな。うわ、来たで来たで、兄ちゃん餌来たで。よし弟よ、暗闇にしてあいつらを二人でボッコボコにしようぜ、思ってたやろうな。お兄ちゃん俺に枯らしてくれよ、だからお兄ちゃんちょっと後ろで待っててよ。分かった、じゃあお前一人やってこいよ弟。かわいそう。もう60ぐらいで止めて、で、あと他あげたら多分筋力99と同じぐらい。うーわ、なんか鬼の子いる。そう、ロマンなのこれは。99にタッチしてみたいなっていうロマン、ただの。あんま意味ないわ。いや、そもそもね、なんかね、1から40上げるのと40からなんかこう99、何ここ、え、どうしたボス、久しぶり、元気してた、ツボ、どこ行くん、え、こっちは一応ツボ、いや、それ怠慢でやらせてツボ。あー、もう分かった分かった、見てるわ。じゃあどんなもんか。鬼じゃねえ、なんだあれ、火の巨人。早く、もう終わった、もう終わりそうやな。しゃあ俺のターン、あとは任せろ。うらー、3200、やば、え、なんかひるんでますやん。2000、いや、スタミナが足りん。なんか倒れてない、なんかハゲてる。おはー、なんだ、早速やろうというのかね俺と。なんだその力、見るか。え、なんか口すげえな。あー、遠距離攻撃も使うのか、見損なった。いや、これ近づくまでになくなるな。これ何、うわー、やべ、あー、そういうなだれ攻撃もあんのか。いや、これもなだれ攻撃か。よいしょ、遠い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 。あー、500、いや、踏まれて死ぬ。900、何も見え、大した攻撃にならんかったな。よいしょ、遠い。どれ、よいしょ、2900。あ、こっちか。あー、ガードしてねえわこっち。ほら、めっちゃ削れるんやけど。これハマればやばい。いや、もうやらせるな、ひく、ひるむな、せいせいめー、ひるむな。お、
ここからか。うわ、頭皮がケツンそっくり。ちょっとハゲてるロン毛、一番キモいやつや。俺と一緒。いや、まだ俺の方がある。え、うーわー、なんかすばしっこくなるかな。すばしっこくなったらちょっと嫌だな、これ。食うの？ワンピースやんけ、それ。食うのではない。わっ、うーわー、気持ち悪い。いや、ていうかさ、このスキルジャンプ攻撃でさ殺せるんやけど。もう死んでんねんけど、お前、俺の勝ちなんもん。そんな俺押し手打ちじゃないからね。よいしょよいしょ、熱い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 。チキシュー、うわー、つえやばい、見えん。いやー、見えんかった今の。あー、くっそ。あー、しく、あれ、いって、こいつ屁こきやがった。よかった。あ、距離取られた、つえ。やっ、いやー、なんで、うわー、ロックオンしちゃった、ごめん。うー、あー、ちょっと、よいしょ。おい、死ね。あと一発よろしく、お願い、さっき。うわー、もうカラ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 。いや、今のは攻撃じゃなかったか。もったいない、もったいない。でも切れそうなんで、あのチンコ抜いてきた。かわいいやろ、チンコ切ってきた。んー、ちょっとね、ヒットポイント俺捨て振り直しいくわ。いや、一応脳筋っちゃ脳筋やけど、純粋種じゃなくなる。いや、ヒットポイントいるわ。マジでいる。もう昨日みたいに一生進まん。で、これ以上無理だったら俺は生命力を上げるね。よし、さあやろうか。うわ、ヒットポイントやべえ。3倍ぐらいに増えてる。何このヒットポイントゲージ。はい、勝ち。負けるわけないわ、こんなん。やばすぎやろ、どんだけヒットポイントあんだこれ。ワンパンで死なー。なな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 ぬる。あー、今日全クリしよう。今日全クリするね。あー、ぬり、一発じゃ死な。イヤホー。乱数が悪いですね。テレ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 テ。これがドン、パンパンで、これ炎見えない。うわー、木で助かった。前前押してこい、前押してこい。よし、で、これ一発。やべ、一発撃ったら逃げるな。バンバン、よし、いいよ。
いや馬ちょろ、馬ゲーだったか。馬ゲーや。もうちょろ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 、逃げんじゃねえや。おい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 、回るな回るな、くたばれ早く。終わり、終わってねえ。あー死ねえ、危ねえ。あー小賢しいこいつ、マジで小賢しい。やっと終わった。エルデンリングで一番おもんないボスやった。ほらやっぱりね、あのね、嫌われるのよ、遠距離でチクチクやって近づいたら逃げるみたいな戦闘は。巨人の火の釜、あ、何これ。なんや、入るんちゃうんけ。いや、おい、巨人の火の釜ってなんか入るんちゃうの。ああ、あれボス。うわ最悪、俺の嫌いなやつ出てきた。え、うわー最悪だ、終わった。もうこいつマジで嫌い。いやー超嫌いこいつ。もうほら一生攻撃してくるんよ。いやーきっつー。なんだてめえら、そんなんで俺に勝とうとしたのか。よいしょよいしょ。あー、おい、なんでパリできねえんだ。おいおい、ちょっと待って、それはない。しゃぶねえ。いやあのさ、パリパリじゃねえ、あれ地名か、地名外すのめっちゃ多いんやけど、なんであれできないの。今更やけどケツのキャラかわいい。これこれ超かわいいっしょ。あのね、キャラデザするのにアイテムを拾う、マリカ7日間かかりましたいう記事、どこだっけ、ファミ通の記事をパグった、そのまま最終的にめっちゃむずいん、これのキャラデザ。俺朝7時半までかかったから。なんか人面魚みたいなのができて、ふざけてないのにマジで難しいのよ。でも全くわけわからんから、そのままファミ通のパグった。お前さ、うるせえ！うるせえ！あーもう強いこいつ！ほらほらほら、これこれこれ、このフリーとかやばない？あいつモブとして出てくんじゃねえだろうな。モブだ！わー楽しい！君モブだ！あらららら。16番が、ていうかここ召喚獣呼べるやん。おい出てこいや、おいマジで出てくるやん、うせえ。ノリ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 、叩いたらほんまに出てくる。聞いてないよ。ちょ、これまた出てくるの、もうやめて。2万、こいつ倒したら。てか召喚獣呼べるやん。あー見してやるわお前らに、俺の新しい召喚獣。てってれれー、
レレ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 やべ、もう一人の僕、もう一人の僕、俺死ぬかも。もう一人の僕、よし、やばい、ナイス、やばい、死なん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 本当に死なないで、死なないでほしい。まだ死んでないよね。目開けたら死んでたりして、うっそ死んでるから、うわいやちょっと待って、これめっちゃむずない？え、これ何？100、レベル120で全クリってマジなん？マジ？ステンバイ、ステンバイ、ステンバイ。あいつ俺に気づいた、俺たちに気づいたよ。お前から行け。ねえ、ごめん、後ろ下がりすぎたかも。ねえ、こっちからやろ、こっちから、こっちから、こっちから。早くやろ。やべ、ポイズンすごいこれ。なな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 。ポイズン、ブシー。ナイス。分身は？え、おえ、おお、強い分身。嘘、倒しちゃったの今の。気をつけていかないとあっという間におじゃんだぜ。来た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 。挨拶代わりに一発、もう一発叩く。俺絶対、俺引いた、俺引いた、俺引いた。すごい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 。あっ、そうそうそう、あっ、そうそうそう、あさ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 あ、よし、俺に任せろ。よし、あーし、俺たちは昔から二人で一つだ。いやー、もうお前がいるだけでこの安心感やべえ。こんな強いのこの子。自分190クリアするのに、マジ、うわ、ほらねえ、これおかしいと思わ？これボスよ、ボス、ボスな、これ。これボスなの。オッケー？ヘイ！え、ボスなのに、こう3体同時で、しかもなんか、いちいちにできないような感じで、いや、おかしいと思うんやけど。え、みんなここクリアしたの？すごくね？え、マジですげえ。マジすげえや。やばい、やばい、すげえ。あ、やばい、これ一発外したらもう。ムカついてる、僕いいゲームでイラつくやつなんておる、いない。所詮ゲーム、ゲームでイラつくやつなんかクソゴミ。なんで息抜きにやってる娯楽のゲームでムカつくんですかね。あー、そんなやついないし、入れるやつなんか。ゲームだもん、所詮。所詮ね。ニコニコニコしながらゲームやんのよ。お前がなんかする前に、あー、全部刺さる、全部刺さる、刺さる、あー、リレンダーリ。え、ストーリークリア後に行った？は？え、ちょっと待って、俺とんでもないネタバレ食らってんやけど。え、俺これエンドコンテンツやってんの今。え、ちょっと待って、ちょっと待って。お、これエンドコンテンツやってんのか今。ストーリークリアせんと。うせえでしょ。おい、どうりで難しいと思った。おい、おい、ストーリーじゃねえのかここ。クソむずいもん。いや、明らかに、ちょっと待って、なんだこれ。おい、エンドコンテンツ臭いやん、ここ。
え、これ最後のところじゃないの？ラスボスがいるエリアじゃねえのこれ。いや、なんかこのさっきのやってたこの冬のマップより、いやマジでほんまに10段階ぐらい急に強くなったから、ちょっとおかしくねえと思ったけど。え、じゃあ待って、え、裏ボスに行ってしまうのであれば、え、やばない？え、だって裏ボスやった後に表ボスやると、表ボスクソ楽勝やろそんなの。いや、もうなんかおかしいと思った。道中の敵が敵じゃなくて今まで過去に湧いてきたボスやったから、なんかおかしいと思ったのよね。なんでこんな勢揃いしてくんので、しかもなんか一回倒したらリスポンしないよみたいな中ボスじゃなくて普通にリスポンするしな。裏って明言はされてない。いやいやいや、こういうのは世間が裏って言ったら裏なの。うん、公式が言ってないだけでしょ。公式がこれ裏マップじゃないですよ、エンドコンテンツじゃないですよ言うてるけど、もうそういうオーラ出てますやんこれ。通称裏ボス、いやそれは裏ボスなの。通称裏ボスって言われてるんでしょ。ほら、だからお前たちが裏ボスって呼んでるんやろ、俺より先に進んでるエルデンリングプレイヤーが。のお前らが裏ボス言うてるんだ、これ裏ボスやん。いやほらほら、見た、見てる、ほら、あの、わかる、あのね、一回疲れただけで今までの俺のヒットポイントだったら即死してるのよ。え、一匹ずつ釣りや、いやもう一匹ずつ釣る心の余裕がないもん。もうそんな余裕ないよ、なめてんの。今日の俺のエルデンリング見てない、もしかして。そんな余裕残ってないけど。うるせえうるせえうるせえ、だよ。もうやだ、ワンブイを。でもう一回だけワンブイワンやるや。怠慢でやったらこんなもんすわ。無理無理。ああ、よっべ。5000だよ。倒しただけで。決勝権。へえ。こいつらの喧嘩。